必ずやろう日本最高塚井隆ですこの動画を見てなるほどねなんて思ってくれたらぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします5月3日のデイリーニュースをお伝えいたします中国共産党はですね4月28日に政治局会議を開きまして需要は依然として不足しており経済のレベルアップは新たな抵抗に直面しており 高いレベルの発展を推進するにはまだ多くの困難と挑戦を克服しなければならないこんな分析結果がですね報告をされましたでこの政治局会議のですね前日にあたる4月27日に中国国家統計局はですね1月から3月にかけてのこの製造業関連企業の業績についても発表しました。 でこの業績は、まあ、真実をそのまま伝えているというものではなくてですね、まあ、かなりのお化粧がまあなされているとは思うんですがそれでも現状ののの中国経済の厳しさというものが伝わってきます、えー、前年同月比で国有企業の利益は16.9%減で株式企業は20.6%減。 えー、香港マカオの企業を含む外国企業の利益は24.9%減、えー、こんんなな感じになってるんですねアメリカのスタンフォード大学のフーバー研究所の客員研究員でイギリスのロンドン帝国工科大学の客員教授の巨星光博士は。 中国経済に深刻な問題が発生し供給側でも需要側でも非常に深刻な時代となっておりその結果は大規模な失業につながるまあこんな風に述べているわけです、まあ、中国はそもそもですねこの国内需要が元々弱いという弱点を抱えています現在世界がインフレに対応するためにですねこの金利を大幅に引き上げて需要をこう冷え込ますこういう政策を取っていることで 輸出によってですねこの内需の不足というものを補ってきたこの中国には、まあ、大変大きなこの逆風になっているということもあったりします。でちょっとこう前の話になりますが中大証券の首席エコノミストであった、えー、李仁来さんという方がいるんですけれども、えー、彼がですね2019年の中国国民の、えー、過処分収入 これのその全体の GDP の中に占めるこの割合ですねえーこれは44.7%でアメリカの83.4%と比べるともう半分近いえそのぐらいしかないんだなんてことを指摘していますこれはアメリカ自体の数字がねちょっと大きすぎるというえそういう問題もあったりはするわけですがそれでも中国の数字はやはりかなり低いということになります まあ、一般的には大体6割ぐらいってい感じですかねまあ6割台といった方がいいですかねまあそのぐらいであるのがまあ標準だったりするんですがそこから見てもですねまあ40%台の前半にとどまるというのはこれはかなり弱い数字だということになります。で中国のこののこここ内需が弱いいいというこのことうについては 中国の絶対貧困人口が特に多いということもこれも大きな影響を及ばしています。で虚勢行進によればですね絶対貧困線という、えー、ものをですね1日あたり、えー、その1人5ドルの生活費だというふうに定義をすればなんですが中国では 約5億4千万人がこの絶対貧困線よりも下で暮らしているというふうに指摘をしていますで、これは中国国民のですねほぼ4割がこの絶対貧困線より下の暮らしをまあ、余儀なくされているということを意味するわけなんですね需要不足がこの雇用を減退させ失業を深刻化させているということはですねまあ、この中国経済に大きな影というものをやはり投げかけています で公式統計によると2023年のこの3月のですね、えー、16歳から24歳のこの若者世代、えー、これの失業率はですねに達しましまたこれは昨年12月の18.3%から見てもさらに1.3%増えているということなんですねで当たり前ですが失業率が上に上がるというのは経済状態がさらに悪くなっているということを間違いなく意味します そしてこの数字自体がかなりお化粧を施されたものなのであり実際の数値はもっと悪いというのはこれはもうう間違いないいいなと見た方がいいでしょうでそもそもですがこの中国の失業率統計にはですね農民工と呼ばれている、まあ、この3億人ほどもいるこの出稼ぎ労働者がですねこの計算に入れられていないということがあるわけなんですね。 まあ中国はこの農民戸籍を持っている人とその都市戸籍を持っている人というのがいるわけなんですがこの農民公と呼ばれているこの農民戸籍を持っている人たちを全部排除してこの都市戸籍を保持している人たちだけを対象にしたとしてもなんですけどもこの若者の失業率がですねたった19.6%であるというのは到底考えられないわけなんですね。 えー、2023年今年にはですね1160万人の大学卒業生があ就職市場に参入するというふうにされていますが、まあ、昨年に引き続いて、まあ、大半の卒業生が、まあ、今年もまた就職できないであろうということが指摘されていますでこの点ではですねこの上海海洋大学の内部会議のものではないかとされる写真が流出し、えー、話題になっています。こちらの写真をご覧ください 表のところにですね全市高校平均就業率と書いてあるのが見えるでしょうか。でここで言う全市は、えー、上海市全体のことで高校と書いてあるのが、まあ、実は大学のことなんですね。で従って、えー、上海市全体の大学の平均の就職率、えー、こんな感じの意味だというふうに理解をすればいいわけです。 で、今の列のその左側にある累計と書いてあるところ、えー、そこの下にですね本科生って書いてあるのがわかると思うんですがそれが学部生ですねでその下に研究生と書いてあるのがこれが大学院生の話です。でそうするとこの上海市全体の大学の学部生の平均就職率が24.10%。 大学院生の平均就職率が40.66%だということになるわけです。で上海はあこの中国の中にあってその経済の中心地という位置づけになりえ中国の中にあってもですねかなりレベルの高い大学がまあかなりこう揃ってるそういう場所なんですね。でそこにおいてもまあこの程度の就職率にとどまっているということが分かるんではないかと思います。 ちなみに上海海洋大学の場合にはですね学部生の就職率が13.64%大学院生が17.27%で、えー、この上海市にある大学全体の平均からすると、まあ、かなり低い数字になっているということがわかります。で,ですが上海海洋大学は全国ランキングで見た場合にですね239位の大学なんですね。 えー、なんか日本の、ね、イメージで考えると大したことなさそ,そうって感じがするかもしれませんが中国全土にはですね約1300校の大学があるとされているわけなんですでそうすると、えー、これ上位2割のうちに入ってくるそれなりにですねレベルの高い大学だということがわかるんじゃないかと思いますなおですね上海を代表するトップ校の副端大学の場合でも 学部生の64.78%が大学院への進学を選び21.42%がまあ就職が決まったという人たちで13.8%が就職を希望しながらですねまだ決まっていないということのようなんですねえ。つまり進学希望者のうち就職が決まっているのは60%程度に過ぎないという状態になっているわけなんです。 でちなみに大学院への進学がですね、ものすごく多いと。え、福岡大学は基本文系の大学だったと思うんですけども、まあ、ここの中で大学院の進学が非常に多くいるというのは、えー、実はこの学部卒段階での就職状況がまあ悪いということをですね、えー、反映しているというふうに見た方がいいかと思います。で、習近平体制の下でですね、この上記を意識したゼロコロナ政策というものを実施してきたなんていうことがありますよね。 で不動産バブルを潰す政策も行ってきてバブル崩壊後の苦しみこれが今中国を襲っているわけなんですでさらに国進民退と呼ばれる、まあ、国有企業を優遇し民間企業をないがしろにする、えー、こういう政策も行われてきましたでこの民間企業が営む、まあ、民営企業はですね全,州全体の50%以上 GDP の60%以上技術革新の70%以上都市労働雇用の80%以上企業数の90%以上に貢献してきたなんてことをですねええー、先ほど引退したあ劉鶴副首相が、えー、語っていた話です。 でまあ、こうした民間企業を大切にしないこういう政治を進めてきたということもまたですねこの中国経済に対して大きな苦しみというものをこう与えているわけなんですね。まあ、教育を営利事業で行うううのはどうかと思うなんてね、えー、話が出て、まあ、学習塾などのこの教育ビジネスというものがまあ非常に大きな痛手を被りました。子供たちをダメにすするとしてですね ゲーム業界もです、ね、徹底的に叩き潰されましたアリババテンセントなどの,です、ね、この IT 系の企業も、えー、大量の情報収集が、ねえー、その国家に損害を与える、えー、中国共産党に脅威を与える、まあ、こういうようなことが言われ、まあ、大打撃を受けましたそして、えー、こうしたそれぞれの業界で大量の失業が生み出されてきましたこのように民体 民間企業をないがしろにすることですねこれが進んできたことで雇用が確保できなくなっただけではなくて民間企業がどんどん潰れる事態となり供給能力も引き下がっているわけなんですね。ここうしたこともあり えー、またですね不動産の,おこの利用権の,この販売売却益というものが、えー、バブル崩壊によってこれまたこう期待できなくなるという状態の中で今、えー、地方政府がですねものすごいこの財政危機というものに今陥っているというのも、まあ、皆さんご存知かと思います。でこの中にあって えー、その給料がですねまともに払えなくなり給料の支配が生まれる給料が大幅にカットされる、まあ、そんなことも進みでさらにですね、えー、そうした地方公務員の人たちがですね首を切られるような事態も、えー、また起こっているというのがこれが実際なわけですね。習近平は3月に開かれた全国人民代表大会と政治協商会議の場においてですね えー、この民間企業を大切にする方針みたいなものを一応は示したんですけれどももうこうした方針を、まあ、その習近平が打ち出したとしてもなんですがもう民間企業の経営者は全然信じていないというふうに見た方がいいとは思います。 もう習近平は共同富裕という名のもとの,、ね、の共同貧乏路線というものを、まあ、実際に採用してきて、えー、金持ちや有力な民間企業をです、ねえー、この対象にしてです、ね、それを徹底的にいじめ抜くという、えー、こういう政策をやり、えー、せっかくその金の卵を生み出してくれそうなそんな鳥をです、ねまあ、殺してしまっているというこういう話なわけです。 私有財産権を大切にする気持ちなんてものはですね習近平にはまるでないわけなんですね。で行方が分からなくなった経営者も、まあ、数多くいたりするわけです、えー、アリババの創業者のジャック・マーが、まあ、中国の経済政策これを批判してからですね、まあ、数ヶ月間行方不明になったなんていうのはね、えー、皆さんもまだ記憶に新しいところだと思います。 でそのほかに中国のウォーレン・バフェットというふうに呼ばれたえ複製国債の創業者の各交渉氏、えー、また中国のトランプとも呼ばれた不動産王で歯に気ぬ規せぬ発言を続けてきた忍死卿氏それから在野の英雄とも呼ばれですね従業員あるいは地元の人たちえこういう人たちから、まあ、熱烈に愛されてきたですね、孫大吾氏。 投資銀行であるその中国加工資本の創設者で会長のホ、えー、本氏、ン、え、氏、ーまあ、こういうような形でもってですねまあ一時的にせよですよまあこう行方が分からなくなっちゃったなんていう経営者は数多くいるわけなんです。なお認識をし、えー、そして孫大五氏はですねなんと懲役18年というまあそういう経緯に処せられてもいるわけです。 彼らは私有財産権どころか人身すらですね、まあ、危険にさらされているというふうに言っていいわけなんですね。で経営者としての頭角を表して目立ってくるなんてことになるとですね、まあ、どんな難癖をつけられるか分かんないよというこういう状態の中で自分の事業を大きくしていこうなんていうインセンティブが働くってことはちょっとないよねってことなんですよ。 で中国共産党は現在のこの経済的苦境を乗り切るために民間企業外資企業これがまあ一応活発に動いてくれるってことは望んでいるわけなんですがしかしその一方で民間企業外資企業が共産党のコントロールから外れるということはこれは許さないわけなんですよね。 で中国共産党は海南島を経済特区として自由貿易港を作ると、ね、でこれでもって海南島をですね、まあ、一大こうビジネス拠点に育てるんだみたいなそんな構想をぶち上げてはいますでしかしながら海南島に進出した企業に従前たる私有財産権を認めるのかと言ったらですね実は認めないんですよね で経営者のの人身の自由も認めなないわけなんですよで自由・安全私有財産権の完全保護こういうものを打ち出せないんだったら民間企業がどんどん進出するってなんてことはですねちょっとこれ望めないんじゃないのっていうのはこれ真面目に考えるべきだと思うんですけど、えー、もう本当に身勝手なことしかああ彼らは頭にはないまあそういうふうに見た方がいいかと思います。 まあ中国共産党からいろんな圧力を受けるんで、まあ、お付き合い程度としてですね、まあ、海南島に進出する企業っていうのは出てくるとは思いますけれども、まあ、これによって中国経済がガラッと変わるなんてことは考えられないというふうに言わざるを得ないわけです。公式発表では中国経済は昨年は3.0%成長し今年は5%前後の成長を目指しているなんていうことになっています。そして 不思議なことにですね、えー、この事前予想よりも経済の状態は良くなっているなんてね、えー、今言ってたりするわけなんですが、ね、なんで経済の状態が良くなっているのにですね,ねその若者の失業率が <laughs> さらに1.3%も悪化するんでしょうかねなんてねまあ嫌なみも言いたくなったりはするわけですだから未だにそれなりのこの経済成長をしているはずの国で失業が大問題になり トップレベルの大学でもログに就職ができない事態になっている、ねえー、こういう状態であるのにもかかわらずですよ公式統計の数字をいまだに疑わないで中国経済は今後こうなるんじゃないかなんてことを語るなんてのはですねもはやあってはならないんじゃないか、えー、そういうことをやっぱり訴えたいと思います。 中国に引っ張られることがないようにですね脱中国というものを今日本は進めるべきではないでしょうか必ずやろう日本最高朝階高でしたチャンネル登録ぜひよろしくお願いいたしますまとめるマークの通知制定をすべてに切り替えていただきますよう併せてお願い申し上げます